怪しい新技を得得し、奇想天外さにますます磨きのかかったファウスト。トリッキーな動きで相手を翻弄しよう。リーチの長い遠距離立ち S を軸に、相手を近寄らせない戦い方が得意のファウスト。何が出るかなのアイテムでチビファウストとメテオが出てから攻めていこう。何が出るかな、何が出るかな。守りを鉄壁にするには前 P と立ち K の対空も重要だ。しっかり対応して近寄らせないようにしよう。相手をダウンさせたら起き上がりに愛を重ねて一気にラッシュへ持ち込もう。幸せをあげて、幸せをあげて。愛をガードさせれば脅威の有利状態を作ることもできる。まずは愛が相手にヒットした場合、この場合は迷わず立ち K から基本連続技を決めていこう。続いてはガードされてしまった場合の下段の選択肢。この場合はダッシュで接近し、しゃがみ P からガトリングへつなごう。続いての選択肢はガードされた後の中段攻撃。攻撃発生が若干遅いため当たりづらいが、ヒットした時の威力は半端じゃない。最後の選択肢は投げ技メッタ斬り。今までの選択肢の中でこれが一番決めやすい。どんどん狙ってガードを崩していこう。幸せをあげて、幸せをあげて、幸せだ。もういい、もういい。このジャンプ中下 K は技を出した後に素早くフォルトレスをすると、技を出さずすぐに落下できる。これがフォルトレスキャンセルだ。このテクニックを使えばリーチの長いジャンプ HS をこのように牽制として使うことができる。また相手の近くで使い、すぐにジャンプ K を出せば見切られない中段攻撃として非常に強力。その後の連携もさらに強力である。